こんにちは、あやチャンネルのマミーです。ワンニャンドームに行ってきましたよ。今年もまたまたたくさんの、試供品をもらったりとか、そしてお買い物をしてきました。画面左側です。こちらですね。こちらはすべて試供品です。これ見てください。これすごく良くないですか。このデオドラントデオシートですね。トライアルパックで1パックこれ、20枚入ってます。ワイドとレギュラーが選べて、私はワイドの方とレギュラーの方をもらいました。それからこちらマナーウェアです。マナーウェアもね、いろんなサイズがあって、自分のねワンちゃんの、サイズが、選べます。これですね。それからこれは DHC、 今 DHC もサプリを出してるんですね。 DHC の、これは何だろう、これは口内環境をキープするっていう、こう 歯ですね、歯茎。それからこちらはキビ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 散歩。こちらはあの骨ですね、関節ですね、関節。まあね、うちの子たちはパテラの子も、いるので、やっぱりあの関節っていうのはすごく気にしています。それからこの防災セット、これはね、私あの犬の気持ちを取ってるので、取ってる人は、もらえるんですね。お水もらって、あと猫のカレンダーですね。本当は犬のカレンダーが欲しかったんだけど、犬はなかったです。猫のカレンダーはアンケートに答えるともらえました。このうんちが匂わない袋、これね、去年もねもらったんですけど、これ私とってもお気に入りです。これもね、もう全部アンケートにこう答えたりするともらえるものなんですけど、これ本当にうんちを匂わないので、普段のお散歩ではね使わないんだけど、お出かけしたりするときとかね、車の中にこうちょっとうんちを入れておかなきゃいけないようなね、あの時とかに使うと、車の中うんちの匂いしないです。それからこちらは全部もう、ご飯の試供品ですね。これも去年も同じですね。これも私去年ももらいました。それからこれは今年初めてかな、私もらう。それからこの辺はちょっと猫ちゃん用しかなくって、でもまあなんかトッピングとかで上にかけたりするの、別に猫用でもいいかなと思って、もらいましたよ。それかなぜかわからないけど、どこでもらったんだろう、これお茶。これは多分人間のお茶ですね。あとはそうだ、スタンプラリーがあって、スタンプラリーで全部スタンプもらったので、このタッパー、まあ、タッパーといってもね、これあのいくつかいろいろなものがあって、その中で、まあ、私はタッパーを選んだんですけどね。こちらが、今日1日で3人で行きました。ダディと娘と3人で行って、まあ試供品がね、こうサンプルとか配られる時間帯が決まっているので、その時間に午前と午後とか行ってね、並んでとか、あとは、名前とか、まあ、アンケートに答えていろいろもらったものです。はい、そしてそしてこちらが、買ったものですね。はっきり言って買いすぎました。いっぱい買っちゃいました。まずこの一番後ろにあるこのベッドです。このベッド結構大きいんですよ。わかります？すごい L サイズというか、もうほんとね、売り場の一番後ろにあって、なんか後ろの方にベッド1000円って書いてあったんですね。で、小さいベッドもあったので、まさかこんな大きいベッドもう1000円じゃないでしょうって言ったら、もうあるだけここもう1000円でいいよって、もちろん即、買いました。それからこれもうすごいふわふわなの。これはね、ちょっとこの L サイズではないんだけど、本当にこうすっごいふわふわで、絶対ねみんな気に入ると思う。これも1000円、もうベッドは1000円以内って決めてたので。それからこれもお家、まあね、そんなすっごいめちゃくちゃあのふわふわってわけじゃない、まあ普通にふわふわ
普通なんだけど、まあ、作りは簡単な作りの、お家ですけど、まあね、うち5匹いるのでみんないろいろね、こうお家に入るのが好きなので入り口も大きいし、これももちろん1000円です。はい、それからこちら分かります？これすごいいっぱい、こうやって見ると分かるかな。これ、つかみ取りですね。お菓子のつかみ取りです。なんか本当は片手みたいだけど、まあほとんどなんか全然人もいなくって、両手でやっていいよ、思いっきりやっていいよって言ってくれたので、思いっきり、これで200円ですね。200円、つかみ取り。それから、これずっと欲しかった、鹿の骨、それからイノシシの骨ですね。今回イノシシの骨は初めてなんだけど、鹿の骨はね、前ね、静岡の方で、ここの鹿の骨を買ったんですね。で、その鹿の骨がすごくみんな子供たち大好きで、もう本当に取り合いでもっと買ってくればよかったなって思ってた。で、ちょうど、同じお店が出てたので、これ一袋500円です。で、これ、骨までね、全部こう食べれるんですけど、うちの子たち本当大好きで、これをね、結構ガリ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 。なので、一袋500円なので、これを1、2、3、4、4つ、買いました。これはイノシシの骨ですね。イノシシの骨も、これはまあいろんなね、形のものが、入っています。イノシシの方はね。私できるだけ硬いものをね、やっぱり歯のことを考えた時に硬いものを食べさせたいので、それから、こっちがね、こっちもすごいお得。こっちはね、マグロですね。これ全部マグロ。特に、これなんてすごいでしょ、この。これぐらいのこの大きさのが、1、2、3、4、5個入ってます。まあ、グラムなのでね、これが4つに切られていたりとかもしてるんだけど、まあ、うちの子たちは小さいのでね、なるべく小さく切られてる5個のを探したんですよね、箱の中から。で、これが全部で5個で、好きなもういっぱい段ボールがあって、好きなもの5個で、2000円でした。で、これはね、もともとやっぱり、これすごいやっぱお得感があったので、どうしてもこの硬そうなね、こう、マグロのね、なんだろう、マグロの骨骨って書いてあるね、マグロ骨。お得感があったんでね、でもね、やっぱこれ元、これ普通に買ったら800円するそうです。こっちはなんか普通に買ったら600円するそうです。で、これはね、4本、入ってます。で、これもやっぱり硬い、ちょっと硬いです。なので、うちのね、ちっちゃい子たちはこれでもいいかな。でも、ダイヤとか、そうね、最近ノエルとかも結構、顎の力が強くなってきたので、こういうのでいいかなって。まあ、もちろんね、時間をね、決めてね、与えたいと思いますね。ずーっと、やっぱり骨ってなんか、あんまり、吸収が良くないというか、あんまりやっぱり骨ずっといっぱい食べてるとちょっと下痢になったりとかするかもしれないのでって言われたので、時間を見てね。それから、はーい、こちらもまた、これ鹿スティックガムです。うちの子たちね、本当にデンタルガムが大好きで、で、私あんまりお菓子をあげないんですね。まあお菓子あげないって言ってもこのつかみ取りをしてしまったんですが、なのでね、デンタルガムをこうやっぱり歯磨きがね、毎日やっぱりやらなきゃいけないけどなかなかできない、そういう時にこうデンタルガムをねあげるんですけれども、やっぱり5匹はねすぐなくなっちゃう、買っても。で、これが、2つで500円だったんですよ。なのですごいねお得かなと思って、結構太いし、全部で8本入る。で、これが2つで500円だったので、6個買いました。それからね、これご飯ですね。まあ、マルチーズって書いてあるんですけれども、まあうちはマルチーズではないんだけど、マルチーズみたいなもんじゃない、容器も。で、これ、1.5 キロ入って、なんと200円だったんですね。まあ理由は賞味期限がまあそこまで長くないっていうのが理由なんですけど、まあうち5匹なのでね、すぐにそういうのは関係なしにポポンって、食べてしまうので、
これをね別にすぐに今ある賞味期限が長い方を後にしてこっち先にあげれば別に賞味期限内で食べることができるのでね、2つ残ってたので2つ1個200円安いでしょ。それを買いました。それからこのさっきねサンプルでもあったんだけどこの DHC のね、サンプルももらったんだけど商品も買いましたよ。お腹の健康ダイヤくんがねよくね戻したりとか下痢になったりするんだよね。なのでずっとこうなんかお腹のなんかサプリを探しててなかなかなくって、でこれがねちょうど、60粒かな60粒入ってるのでそれを、2つ、まあダイヤくんだけかな、こっちキビキビお散歩もうこれ60粒入ってるのでこれはみんなにねあげようかなと思ってます。ちょうど今使ってる関節のねサプリがなくなりそうなのでちょうど良かったです。そしてじゃじゃーん、こちらハタ乳酸菌フォーペッツって書いてあります。これはねなんか白いパウダーで向こうでもね食べさせてもらったんだけれども、こんなんですね。これはなんかこれも歯にいいみたいで、この歯の菌をやっつける、なのでなんかちょっとお水に溶いて少しで歯茎につけたりとか、あとはご飯に混ぜて食べるともうちょっとなんか水に水分にこの乳酸菌のこのパウダーがこうついた時点で、なんていうのかな菌が動き出すというかなるんだそうです。そしてバイ菌をやっつけてくれるみたいです。そしてこのリード、私ねこのリードね3つ買ったはずなんだけど2つしかない、なんでだろう、わかんないけど、なのでちょっとどうしてないのかなって、ちょっと私も買った時にすぐ確かめなかったからいけなかったんだけど、これ1本200円だったんですね。でこの間私別荘に全部忘れてきちゃってハーネスとかで全部もう一番安いの買い直したんですけど、やっぱり5匹お散歩するとリードが全部同じ色だと、どの誰のリードが今こんがらがってるとか私の後ろに来ちゃってるとか分かんなくって、なので一本一本ね違うリードの色で前もやってたんですね。それが今なかったので200円だからちょうどいいやと思って、3つ買ったはずなのに2個しかない。お金払ったのかな、それとも2個分なのかな、すごい微妙、なんかちょっと損した気分、200円だったんだけどね、まあ、お金払ってなければいいんだけど全然覚えてない。それからこの、爽やかブレスですね。これは結構いろんなところで売ってますよね。これ私もね普段使ってます。子供たちの講習とか歯磨き効果というかね、お水に入れるだけの、液体ですね。でこれも私いつも買ってるのは普通のお店でペットショップとかねホームセンターとかで買ってるのは1000円以上したのかな、それとも980円とかなんかそれぐらいなのかな、多分1000円前後だったんだけど、これは1本500円だったのでめっちゃ安かったので4本買ってきました。こんな感じですね。あ、そうそうそう、そしてここにじゃじゃーん、これなんだと思いますか。これね今ちょっと持ち歩きにあれだったので折ったんだけど、こんな感じでこれよ、じゃーん、これね鮭の皮なんです。これを鮭の皮を、2枚、もらいました。これはこのは、どれでもいいよという、5個で2000円のお店のお兄ちゃんが、まあ私もお兄ちゃんといろいろと喋りながら商品を選んでたので、お兄ちゃんが、買うときにおまけでこの鮭の皮を2枚、つけてくれました。よいしょ、でかいです。このままこう鮭にね、鮭だよね、ほらほら見て、こんな感じでここに顔が来たら鮭
鮭の大きさが分かるって感じですね。なんですね。ちょっとこういうのもらえるとお得感がありますよね。じゃじゃーん。はい、こんな感じで、今年もたくさん、お買い物をしてたくさんサンプルをもらっていっぱいいっぱい楽しんできました。ワンニャンドーム、またまた来年もぜひ行きたいと思います。子供たちもね、一日、まあ、そう人混みの中にいたのでね、疲れて今は寝ています。何人かね、視聴者さんからもね、声をかけていただいて、やっぱりすごく嬉しかったです。ありがとうございました。今年ね、行けなかった人もぜひぜひ、来年は行ってみてください。私おすすめです。まあね、入場料払うけど、でも私はおすすめだと思います。楽しいです。いっぱいもらえるし、いっぱいお買い得なものがあるので、企業がね、いっぱい協賛してるので、なのでいっぱいこう安いものが、買えますね。はい、あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.